なんですけども、桜をテーマにして作った曲を歌いたいと思います。聴いてください、桜の木の下で。
下でという曲をお送りいたしました。ありがとうございます。今日は15分間ということで、2曲だけ歌わさせていただくんですけども、次の曲で最後になります。次の曲は私が小さい時に育ててもらったおばあちゃんの歌を歌いたいと思います。小さい時に育ててもらってもう随分昔に亡くなってしまったんですけども、そんな、おばあちゃんとの記憶は定かではないんですけれども、そんな、天国にいるおばあちゃんに向けて作ったバラードを1曲歌って終わりにしたいと思います。今日はありがとうございました。渡辺里香でした。聞いてください。届け僕の手紙。ジュースをこぼした時